倉田前が空いてシュート狙ってきた。レアンドロペレイラ、しかしファインセーブ。判定はでしたね。長戸からファーサイドキーパーを出られずに、ここはエブラウドから中ブルックス流れて、これ前、おっと前の強烈強い。さあ前田はどうするか。森下が呼んでいる。中に入ってくる。自分で行った。長谷川走る。前田に預ける。前田がクロス。最後稲垣というところですが、前田がマイナス。こぼれて長澤。